皆さんこんにちは、まゆです。今日は4月の26日になります。金曜日ですね。明日からちょうどゴールデンウィークに入るので、5月2日まで、前半にかけてですね、かなりタイトなスケジュールなんですよ。せっかくね、こんなにタイトなスケジュールなので、ちょっとね、久々に Vlog みたいなものを撮ってみたいなと思ったので、撮っていきたいと思います。はい、今日仕事が4月最終日なんですけども、相模原についての魅力を伝えるっていうお店をね、エールするっていう企画が今始まっていて、私のね、まず大好きな趣味園ブリトー屋さんをね、紹介したいなと思って、お友達のお店に今日は取材に行く日です。はい、そして夜は六本木に遊びに行くという、そして明日はヨガなんですよね。昼間ワークショップに参加してきます。日曜日は、新橋のイベントに遊びに行くというかなりタイトなスケジュールなんですけども、まあ、楽しみながらね、動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今お仕事からね、帰宅しました。めっちゃ目が赤いですね。パソコンをさ、ずっと見てるからちょっと目がさ、赤いですね。とにかく今6時半ぐらいなので、お風呂に一回入って寝て、10時頃に起きて支度をして、終電に乗って六本木に向かいたいと思います。はい、ということで化粧がね、終わりました。ちょっと一つ結びにして、今日はこういう感じでラフな感じでいきたいと思います。ちょっとあとフィニッシングパウダーをして、めっちゃ軽いんだ。忘れてて、ファンデーションもさ、買うの忘れるしさ、カラコンも買うの忘れてて、もう本当にさ、こういうとこだよね、前の爪が甘いところが顕著に出ました。はい、ということで今日はと一緒に行こうと思ってた友達がダメになっちゃって、都内に住んでるお友達に声をかけてみたら、行きますっていう連絡をくれたので、今日はその子と一緒にいるとさ、めっちゃクラブ味がするからさ、ちょっとどうなるかはわからないですけど、はい、とりあえずね、朝まで楽しみたいと思います。マリちゃんと合流しました。6本木です。4月の28日、何時だ、12時、1時ぐらい。今日は、ミヤストパークのイベントに来ました。こんなハードなので、さらにまた、ハードなスケジュールで、今から本当にまた行ってきます。Thank you.
朝の5時前ぐらいなんだけど、イベントが終わる前にちょっともういいかなと思って出てきました。今日は新橋の方でイベントがあるんですけど、今日の日中の予定はね特に何もないので、めっちゃ寝ようかなと思います。今日のイベントも昨日急遽ぜひ来てくださいって誘われたので行ってみたんですけど、まあぼちぼちだったかなって感じです。でも宮下パークのオア東京っていうところでイベントをやったんだけど、めっちゃ綺麗だしめっちゃ居心地がいい箱でしたね。うん、3フロアもあるし、なんかうん、すごい居心地がいい場所でした。今日の夜はナインティーズメインのイベントなので、それもねめっちゃ楽しみです。はい、っていう感じで、今日はなんかねちょっとお腹空いたからなんか食べて帰ろうかなと思います。やってるところを探して。失礼します。なんかすごい長い時間やってるって聞いた。あ、本当。じゃあ7時なのかな。はい、2軒目行ってきます。行きます。今日はつけ麺を食べて帰ります。今日はね、カフェに来てます。昨日、アイベックスに移動して朝何時に帰って8時ぐらいに帰ってきたのかな。8時ぐらいに帰ってきてちょっと寝て、今何時、29日月曜日の1時あ違う2時ぐらいです。これからご飯、今ご飯を食べに来たんだけど、ご飯を食べてちょっと今日は久々に銭湯に行こうかなと思ってます。30日になります。今長津田なんだけど、今日はちょっと病院に2軒行かなきゃいけなくて、今溝の口の病院に1回朝行ってきて、今昼なんだけど、これから地元に帰って、皮膚科にねこれから行きたいと思います。そしたら今日は予定終わりかな。明日会社のバーベキューがあるので、ゴールデンウィークのタイトなスケジュールは一旦ここで
終わりかなと思います。はい、とりあえず皮膚科に行ってきます。はい、ということで、バーベキューから帰ってきて今9時ぐらいですね。バーベキューは4時ぐらいに終わって、その後2次会に行って7時頃に上がって帰ってきてお風呂に入って今9時になります。今日はお休みするつもりだったんだけど、ハーレムでね、なんか面白そうなイベントがあったので、お友達とね行ってきたいと思います。ちょっと雨が降ってるから朝方にはね止むみたいなんだけど、どうしようかな、傘を差していこうか、すごい悩ましいところではあります。はい、っていう感じで、もう明日がないと思って今全力でゴールデンウィークを楽しんでいます。ずっと接客業とかさ、サービス業だったから、こんなにこう連休をねもらえること自体があんまりなかったので、こうちょっとゴールデンウィークはがっつり出て、あとちょっとこう小分けに2日間とか3連休とかそういう形で取るのは全然あったんだけど、この32年間で10連休っていうのはね初めてかもしれないですね。うん、体調崩して何ヶ月かお休みしたことはあるけど、この普通にカレンダー通りに10日間お休みっていうのはないので遊び倒してますね。はい、だからなんか超全力で遊んでるので疲れがねあんまり出ないんですよ。それがね不思議だなって思います。仕事での8時間とさ、なんかこう遊びでの8時間でやっぱ違うじゃないですか。でもやっぱね、本当に音楽愛してるから疲れないのかもしれないですね。それもあるかもしれない。うん。ということで、今日は渋谷のハーレムに遊びに行ってきます。あ、映えてるよ。今日は5月、もう2日。5月2日の今何時ですか？ちょっと画面見せて。0時42分です。画面ここに見せてください。ちょっと充電少なめ。いつも少ないよね。いつもなくない。5月2日。ちょっと充電少なめ。5月2日の12時42分でございます。今渋谷の。イタリアのお店に来ています。2時間営業中。そうです、はい、ここでご飯を食べてから渋谷のエスグラッソに来ています。眉と秘密のやり取りがちょっとモザイクかけてくれる。ラブラブしちゃってるから私たち。やめて、恥ずかしい。はい、ということで、今日はこれからご飯を食べてハーレムに行きたいと思います。はい。ただいま朝5時4分です。渋谷のハーレムに行ってきました。もう最高だったよね。最高でした。ケッケさん最高でした。やっぱ本物は違います。それでは帰ってゆっくり休みたいと思います。明日前針なんだよね。あ、いいじゃん。2時から。それではまた。
ということで、今日は5月の4日12時半頃かな。ピボーン。はい、今日は六本木にね、ちょっとご飯に行ってこようかと思います。はい、今日はこの辺で動画を終わります。バイバーイ。バイバーイ。アデュー。アデュー。